お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのね五分小屋型の遅延スクラデッキをね使っていきたいなと思います。で、遅延スクラといえばまあボムタワーだったり、こうまあゴブリンの檻がねまあ安牌なんですけども、なぜ五分檻なのっていうところをね軽く話しますと、昨日ですね、クリボッチ100人切りというね、まあ、長時間、約14時間ぐらいに及ぶ生放送をこうさせていただいたんですけども、その際にめちゃくちゃやっぱこう、クラロは試合したり、まあ、みんなの観戦、焼き鳥とまあ、みかんさんもね、途中から参観してくださり、こう、まあ、みんなの試合見たり、試合したりやってたんですけど、まあ、150戦ぐらい多分試合を見たりやったりしたんですよ。で、まあ、そんだけやれば、あれ強くねとかってなるわけで、まあ、その際に、五分が強くねってちょっとね、なりました。まあ、なぜ強えかってなったかっていうと、まあ、なんかコウモリがやっぱ今の環境ちょっと多いのと、まあ、ラバとかも普通にいて、あとはゴレとかもいて、なんかね、施設はま、間違いなく今腐らない環境かなと。まあ、あとはコウモリですね。本当にコウモリに対して五分が置いとくだけで、コウモリ守れるし、その後相手からしたら嫌だし、みたいな。結構ね、お気毒カードな印象がね、ありましたね。はい。というところで、ちょっと五分具合にね、可能性をすごい感じてます、僕は。なので、ちょっと、ここ最近なんで動画もしかしたら五分具合パーティーになるかもしれないんですけど、五分具合って、マジで先置きできるんですよね。ボムタワーだと、先置きってあんまできないじゃないですか。そう、五分具合これ先置きできるんで、これで、まあ、小屋に対して相手は何かをするか、普通に相手は何かをしてくるんですよ。なんで、それまで待ってるんですよね、ずっと。よいしょ。さあ、ここは確実にキング起動していき、これでも様子見でできるんですよ。で、相手だって無視したらこの五分具合のダメージが結構入るだけで、で、なんか対応してきたらそれに対して合わせるだけっていう、結構ね、小屋はね、個人的に使いやすいカードだと思うんですよね。まあ、特に五分具合。そう。なんで、マジでおすすめですね。この五分具合型のね、最遅延スクラでございます。まあ、こうなってしまうとゴールが止まるのかっていうところもあるんですけども、まあ、気合で止めればいいかなという感じでね。さあ、これだってもうベビドラと、見て、これ五分具合。ほら。やっぱ五分小屋なんですよね。時代は五分小屋です。この五分小屋から出たやりこぶりによって今ベビドラ対決を勝つことができると。でしかもなんならこの後のねメガゴとかもボコボコにしてくれるし、自然とカウンターがなる。いや、やばくないですか。で、まあとりあえずスケル打っとけばなんか相手は辛そうじゃないっていう。で、ダックネットランバーがいますね。これタル転がせればアイウィズの遅延でワンチャン勝てそう。いや、勝つ。しかもアイウィズが残る。さあ、グッドゲームですね、これは。いや、マジで、五分具合なんですよ。そう、陸受けにもなりますしね。なぜ今まで使ってなかったんだって、気づかなかったんだ問題があるんですけど、冗談抜きで、これ逆輸ですね。冗談抜きで強いと思ってます。まあ、一旦これは、左に五分具合出して、まあ、左に出してもこれ釣れるんでね。まあ、あとは、アイウィズベビーの棒っぽいゲーかなと思います。で、一応ライトとかも多分来るんで、なんとなく飛信とかしつつね。さあ。で、棒っぽいしちゃえば、結構ね、何されても突破できないと思いますね。しかもキング起動してるんで、よしよしよし。で、まあこれは五分具合置いてあげて、で、これ五分具合マジコウモリ系余裕なんですよね。しかも陸行きにもなる。さっきも言ったんですけど、いや、マジで強いの。本当に冗談抜きで強いから、五分具合今。まあ、五分小屋入りのデッキって言ったら、まあ、五分小屋、なんかプラスの、ちょっと前に流行った、なんかスケバレ入りの、まあ、ディガー削りデッキ。まあ、五分小屋ディガー削りだったり、なんか、なんだろうね、ペッカ五分小屋ザッピーとか、まあ、ザッピーも最近結構使われてますし、まあ、あとは、なんだろうね、普段こう、施設になってる枠とかも五分小屋で使えそうですしね。個人的に、マジでね、五分小屋時代が来たんじゃないかなと、思います。よろしく。で、このスケラデッキに五分小屋って結構合うんですよね。なんか五分小屋にポイズンとか打ったら、スケラに棒ポイとかできなくなるじゃないですか。で、結構刺さるっていうようなね、サイクルができるので、まあ、安牌は、五分小屋プラススケラ。かなと思います。というわけでね、2戦目やっていきます。2戦目も日本人の方ですね。ちなみに今日はクリスマスイブというところでね、クリスマスイブにもしっかりね、動画を出していきます。はい、もうね、こう、理想となるね、はい、YouTuber でございますよ。もう YouTuber の鏡ですよね、鏡。よいしょ。さあ、今回でダクネボンバ。
さてはこれも来ましたね、ゴーレですね。でゴーレのねミニピッカ受けって意外と大変なんですよね、遅延スケラなんですけど、この槍ゴブリンがいることによって余裕で守れそう。さあこれはねスケラ打っちゃいたい気持ちがありますね。なんかでここで気持ち溶かせたらいいなみたいな。あべタゲ取れてないの良くないけど、あれねトレーニングやっちゃった方がいい気がするな。でさあここはちょっとねベビドラで溶かそうかな。ゴール槍ゴブが溶かしてる。いやマジでやばくないですか、あの本当にここまでちゃんと活躍してくれるのっていうぐらい動画撮影中にね槍ゴブリンがね活躍してくれてますけど。さあでここで小屋もねちゃっちゃと置いちゃいますね。別に相手ゴーレムデッキなんで逆サイドめっちゃ攻められるとかもないと思うんですよ。あめっちゃいいボンバーそれ、やばい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 、エッチすぎる。うちの槍ゴブリンをやめてボンバー。さあさあさあできるだけね、まあ、ゴブ小屋とか延命しておく方が相手からしたらすごいうざいと思うんでね、積極的に延命をしていきますと。でスキャミボンバーミニペッカのゴーレムでしたね。あのトルネザップ型だと思うんですよね。まあとりあえずタルぐらい転がして、まあスキャミかな、まあ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 、まあ、で相手はね多分あれなんですよね、スペルがない、スペルがあんまない方だと思うんですね。でもあれはねポイズンでいい気もしますけどね。このボーポイしちゃって、ボーポイとトルネでの範囲でメガゴとかもね溶かしていきます。いやこれはねもう遅延スケラのマジや強みですね。いやあのボンバーうまくね、マジで小屋ごと破壊されちまうんだけどさっきから。さあさあでここでこのね後ろにこの槍ゴブリンが来るのもうざいんですよ。だってスケラとかに本当はタルババとかザップとかを使いたいのにね、槍ゴブにもちょっとねスペル落ちたいという部分がねできてしまうので、どっちかがね そっちにザップを割くとこのね槍ゴブリンが止まらない。いやマジでゴブ小屋冗談抜きでゴブ小屋ね強いと思ってます。はい。でねなんかキョスケゴブ小屋スケラみたいなのも個人的に好きなんですよね、キョスケ型。なんか最近キョスケもちょっとね使われてますし、これなんかゴブ小屋って火力がないんですよ、溶かす火力。そうなので光栄とかが結構残ってきやすいんですよね、まあ、特にゴーレムの、まあ、なんだろうライドラとか、なんだろうボムだ、そうなんか溶かしきれない、相手がエリゴレとかだった時にボムだったらエリゴレ溶かせるけど、ゴブ小屋だからエリゴレを溶かせないとかがあるんで、まあ、巨大スケルトンだとこう光栄はね楽に処理ができるので、まあ、キョスケでもいいかなとはすごい思いますね。まあ、そこは結構好み分かれるんですけど、まあ、ナイトだったら、まあ、安牌ですね。まあ、とりあえず使いやすい。はいはいはい。さあ、というわけで、今回相手は、マスケット重視で、前半も芋っていきますね、芋って。はい。もう一生芋って、五分小屋立てて、もう五分小屋だけでダメージリードを取りたい。そんな流れですね。さあ、あれはもう、とりあえずちょっと下げちゃいましょうか。下げて、ここを処理さえしてしまえば、あ、ナイト?危ない。まあ、タルババいらなかったかもしれないですね、これは。まあ、ここはちょっとね、ワンチャン怖かったんだね。もしかしてフリーズとかされたらっていうのもありつつ、まあまあまあ、さあ、スケラ対決ですね。あいつスケラなのにミニペックが入ってますね。まあ、ジャイースケラか。あー、ジャイースケラか。ジャイースケラね。で、ジャイースケラはでも、矢の雨、雪なんすよ。なので、ゴブゴヤゲーですよ。結局、ゴブゴヤが溜まるんですよね。いや、マジ、冗談できてゴブゴヤ?で、あれはまあ、ナイトでやっちゃおうかな。だいたいこの、小屋に雪玉とか打たないと、結構ね、うざい。あー、矢の雨です。いや、これスキル打つくないもんな。トルネスキルならいいと思うな。うわー、なんか嫌だな。これは一旦ステイでも良さそうだな。めちゃくちゃおしゃれな防衛されてしまった。で、いや、マスケにポイズン打つと、ジャイスキラが止まんないやつっすね、これは。なので、僕は、一生耐えるかな。後半入りたい。後半入ってくれた方がいいっすね。はいはいはい。で、できるだけ小屋ゲーしたいっすね、小屋ゲー。あとマスケかな。マスケが嫌だ、個人的に。これ、トレネタルでマスケちょっと処理しちゃいたいっす。よしよし。で、これで、マスキーいなければね、あんま怖くないんですよね。ボーポイもできるしね。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。で、なんなら今スキル打たれてもボーポイしなくていいっていう。いや、小屋残る。で、ここで行かずにもう一回小屋でもいいと思うんですよ。
まあ、これが五分五分の強み。いや、これポイズ打っちゃいましょうか。あ、やばい、外した外した、バカバカバカ、あ、当たってる当たってる。で、相手がスキル打ってくるタイミングぐらいでトルネでね、外しちゃいたいですね。外すっていうか、あの、いや、タゲット外さなくてもいいかな。お、やばいやばいやばい、オシャンティオシャンティ。これまたちょっとトルネで下げてあげて、アイウィズナイトはめっちゃ防衛強いんでね。いや、めっちゃいい雪玉それは。いや、まあまあまあ、やぶねやぶね、こういう攻めがね、あるんです、ナイトは。あ、でも五分ぐらいが、いや、マジで相手五分ぐらい一生苦しい。だって俺攻めてねえからな。五分ぐらいだけでめっちゃ削ってる。さあさあさあ、で相手は、まあ、こうなってくると逆をやっぱ攻めたいんですね。さっきみたいに不意のジャイスキラとか気をつけたいなとか思ったんですけど、いや、ここはね、相手マスク使ったし行っていいと思いますね。まあ先方して、さあ確実にダメージ入るでコウモリとかを出したい気もするが、オッケーオッケー、いや結構入ってる結構入ってる結構入ってる。そして僕が負けるのは、まあ、あとは端前ジャイスキラ、そうなんでこれ止めちゃった方がいいっすね。やばいやばい、めっちゃ見てるな、めっちゃ見てるな。で、まあベビドラとタルブで耐えれると思うんだけどな。さあ耐えてくれ、ビビドラ強い。で、トルネで下げて、よいしょ、ジャイのダメージが入らなければ勝ち、オッケー。さあ、ここで、ポイズンで、勝ちというところで、いや、マジで、時代は、ゴム小屋なんですよ。これだって、ボムだったら、まあ、ボムとかゴボウリでも、まあ、全然勝てないことはないんですけど、結構ね、余裕ではない相性なんですよ。そう、ゴム小屋だからこそ、結構ね、楽に勝ててるところはね、あれはさ、HY555 かな。これあれっすね、なんかメガナイトスキラのトルネードのなんかちょっと変わったメガナイトダクネスキラとか、そう多分言うのもなんか入ってきた気がしますね。まあ、とりあえずメガナイトスキラの人だと思います。なんか僕の記憶力が正しければですが、なんかそうなんですよね。ウルトラいっぱいのメガナイトスキラでトルネード入りみたいな感じですね。なんでまあずっと僕は棒ポイしてゴブゴヤ貯めて、相手が小屋にねポイズンとか打ってくれたら、まあなんか攻めでね、スペルを使っていくようなイメージですね。でもね、エレキとダクネ使ったから、これは打っていいんじゃないっていう。棒っぽいしてくれたら棒っぽい。あ、ベビーもいるんだな。でも結構刺されますね。で、なんなら、相手は、トルネポイズンとか、だった場合は、めちゃくちゃ美味しいですね。そうそうそう。相手のね、この攻めがね、言うのがちょっといやらしいですね。お、やばいやばいやばい。やばいやばい、めっちゃいいなんか追加きた。めっちゃいい追加きた。いや、耐えろ。耐えれる。アイウィズ最強。いや、アイウィズ最強。まあ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 、俺のダメージを超えられなければ、まあ悪くはないかなという感じでね。多分、トルネポイズンなんですよ。で、あとメガナイトがある。なので、まあ小屋を置いていけば、まあ、相手にポイズン使わせて、あ、これエレキさ、近距離できますよね。そう、これは、相手さてやったんではないか。キング起動。多分スキラーでしたよね、相手。そう、スキラーだったんで。これ勝ったっすね。で、まあ、小屋は置いていいと思いますね。で、ワンチャンこれ低めに置いたら、端前メガナイトというので突破しに来る可能性があるっすね。さっさ、いや、一回置いてくる。いや、これ入るな。あ、相手、ライトニング、スキラーライトニングはヤンキーじゃないですか。まあ、これなんか対応してくるんで、それを回収してからスキラーで攻めたいかなと思います。スキラライトニングか。いや、やべえな。それちょっとやばい。普通にライトニング削りされちまいますね、こっから。まあ、せめて、あれ、ポイズン打っちゃいていいけど、棒ポイされたら、いや、まあ、打っちゃっていいかな。削っていかないとね、僕としては。あ、オッケー、結構入ってる、結構入ってる。ライトニング、そんなバカな。スキラデッキにライトニングってあんま見ないっすよね、マジで。あんまどころじゃねえな。見ねえな。まあまあ、ベビー出しとけば耐えれる説はある。いや、ベビーのエイム次第。あ、ライトで落ちるんかい。かここでスキル打ってばさすがに1-1ですね。で、真ん中言うのとか、ちょっと怖いっすよね。確実になんかダメージ稼ぎがね。よし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 。さ、なんとか耐える。で、もう一回小屋を切る。わかってたのに、やらしいタイミングだな。で、相手ライトだと、これ五分ぐらい置かない方がいいのかな、もしかしたら。なんか、難しいラインじゃないですか、これ。いや、そう、めっちゃいいライト打ってくんだよな。ライト打った後は、これ、僕がスペル打つんじゃなくて、ユニット行きたいですね。まあ、これはちょっと美味しい気もするが、耐えれるかな。
や、タゲ。いや、バコ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 。なんで合図殴ってる。バコ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 。やばいやばいやばい。いや、耐える。合図残ればでかい。で、スケル打つ。いや、これ結構きついと思うんだけどな、相手。エレキか。あ、エレキはね、めっちゃいいエレキだな。さあ、ライトニングがやばい。俺のゴブガヤがね、悲鳴を上げちまう。ライトニングは。で、あんまり、なんか出したくないっすね。さあ、これ、小屋置かないがもしかしたら正解の可能性も出てくる。一応、飛来心。よしよしよし。さあさあさあ、まあ、スケラ打って、打って、ベビー追加とかして、攻め取るねをね、いい感じにしていきたいが、目がないと。いや、うめえな。相手のなんかスケラ浮きがマジでうめえっすよね。これ取れねされるな、多分。そうっすね。いや、こうなってくると話は違う。もう相手なんかスケラデッキじゃなくなってるもん。メガナイトライトニングデッキみたいな。なんか、そこがちょっとね、今んとこ。よいしょ、痛い痛いではあるが、ライトだと、相手このスケラ浮きが絶対きついぞ。取れねえ剥がすか。エレキか、上が。上がエレキ。いや、これはワンチャンあるワンチャンあるワンチャンある。いや、ナイトが竹取ってるから。いや、もう一個竹取れ。ナイト殴れ。いやー、惜しい惜しい惜しい。あと20秒。これ、8枚ベビーでちょっと戦って。やばいやばい。いや、でもこれはいい。なんなり。なんなり。これナイト打って。あえてライトなんで、絶対。これもうキングにやって。いや、いい。来た来た来た。キングは絶対負けないでしょ。勝った勝った。真ん中言うの警戒いい。来た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 。ふぃー、うまい。さすがにこれは俺がうまかったかもしれない。よし、グッドゲームですね。まあ、ライトニングが単純にきつかった。まあ、遅延デッキの弱点はね、ライトニングみたいなところがあるんですけども、まあ、でもそれもね、結局はね、五分小屋だからこそ勝てたんじゃないかなと、まあ、いうところで、ぜひね、皆さんもこの五分小屋型ね、はい、スケラデッキとか、まあ、施設とか使ってる方は、ぜひね、五分小屋に一度変えてみてもね、はい、いいんじゃないでしょうかということでね、今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。